はい、ゲームコレクターの酒缶です。チャンネル登録よろしくお願いします。今週発売されるパッケージゲームをサイトでチェック。今回チェックするのは Life is Strange Double Exposure。 これが2024年10月30日唯一のねタイトルですね。10月31日タイトルが多いんですけど、30日はこれだけ。なぜこういうねズレがあるのかよくわかんないけど、とりあえず Life is Strange シリーズっていうと、プレステ4で1作目が出て、その1作目の外伝っていうかね、ちょっとそのサポート的なねタイトルが出てて、でこの後2が PS4 かな、でその後 True Colors っていうやつが PS4、PS5、Switch のマルチ展開してて、ついにこうスイッチも無視できなくなったのかなとか、まあそんな感じだったんですけど、結局今回 PS5 に行っちゃってるんですよね。だからまあある意味 PS4 だったから、まあマルチ展開がそのね、エンジンだとマルチ展開ができたのだけども、もうさらにリアルにとか行くと PS5 一本になったのかなとか、このスクエニさんのね戦略の問題なのかなと思いつつ、まあとりあえず、まあ知ったことじゃないんだけど、まあそんな感じでちょっと見ていこうかと思います。どんな感じや。もしもう一つの人生があったら、基本的に Life is Strange っていうのはなんか時間軸をねちょっといじれるような、なんかそういう感じのと、アメリカのねなんか文化、その時代のなんか文化的な背景とかがすごい見えるようなタイトルで、個人的にはねなんかちょっと痛々しくてあんまり見たくないっていう、要はこのなんかアメリカ人のこのなんかアメリカンドリーム的な話じゃなくて、ちょっとなんかジメジメした話が結構多くて、ちょっとねなんかまあだからこそやり直したいのかもしれないけど、まあとりあえずはい、ということで、Life is Strange Double Exposure は超能力で謎を解くアドベンチャーゲームです。主人公はバーモント州北部にある名門カレドン大学で写真の講師を務めるマックス。親友サフィの死を目撃した彼女は突然手に入れた平行世界を移動する不思議な力を使って殺人事件の真相に迫っていきます。マックスが移動できるもう一つの世界では、殺されたはずの親友サフィが生きていました。二つの世界で起こる事象は異なりますが、マックスの能力を使って世界をつなぎ合わせることで、それぞれの世界だけではできなかったことを実現し、事件の真相に近づくことができるでしょう。物語を進めていくと、プレイヤーはマックスを通して数多くの選択をすることになります。一度選ぶと時間を巻き戻して選び直すことはできないため、慎重に決断する必要があります。ただし今良さそうに思える選択が後々良い結果をもたらすとは限りません。だから以前のねライフ、ちょっと僕2とかトゥルーカラーとかの中身よく分かってないんだけど、これに関して言うとちょっとなんかいろいろとこう調べて、あこういうことをこの人たちは思ってたんだ、じゃあ巻き戻してみたいな、なんかそういう感じのゲームだったんだけど、今回のはなんか平行世界があってこっちの世界で見たやつでこっちの結果を決めるみたいな感じになってて、まあその辺のちょっといわゆる超能力とかの扱いがまあ違うんだろうね。はい、まあそんな感じでなんかよくわかんない。はい、ということで、システム、二つの世界、一つの真実。マックスは平行世界の存在を感知する能力を持ち、別の世界の様子を覗き見ることができます。さらに二つの世界、親友のサフィが死んでる世界と生きている世界を移動することも可能です。怪しい人物の動向を別の世界から気づかれずに探る。物体を別の世界で手に入れてもう一つの世界に移動させるなど、能力を使い二つの世界をつなげることで事件の真相に迫っていきます。でもそれ持ってきちゃうとそっちの世界の中身も変わっちゃうんじゃないのっていう、まあだから自分の世界が良くなるために向こうの世界が悪くなっちゃうような可能性もあるんだけど、それはいいのかな。なんかドラえもんとかでね、ドラえもんだらけの話とかでよくねドラ焼きを取りに行ったら自分のところのドラ焼きがなくなってて、この時間軸に戻ってっていうのあったけども、まああれは時間軸か。でも平行世界でもやっぱりこっちから持ってきてこっちだとここでなくなるじゃないですか。いいのかな。よくわかんないな。はい、ということで、マックス・コールフィールド、写真家、内向的な性格だがカレドン大学で講師を務めている。写真は高校時代から学んでおり、小規模ながら賞を獲得して注目を集めた経験もある。ある事件に巻き込まれた過去があり、
深いトラウマを抱えているが、新たな世界、環境で友情を築き、少しずつ前を向こうとしている。ということで、まあ、あと、でもそんなにいないんだ、この主要人物。サフィー・ファイアード。何系の人なんだろうね。結構名前があんまりこう、まあまあ3人だけね、とりあえずあるみたいですね。ということで、あんまり深くは分かんないんだけど、まあ平行世界だよっていうことだけ分かればいいのかな。まあね、まあまあ過去のやつと比べてもしょうがないんで。とりあえずこれを見た限りだと、あんまりこうシステム的にどういう能力をこう駆使してとか、3D 世界を動くとかそういうのないけど、前の経験からいくと 3D の世界をまあキャラクター、リアル、ちょっとややリアル系キャラクターを移動してこう何か話しかけたりして、そこでこう選択肢選んだとか、そういうタイプのゲームですよね。チェック選んでそれを調べたりとかやりながらする、結構オーソドックスアドベンチャーのノリに、その今回はその平行世界だから、平行世界にどうやっていくかってところはちょっと気になるかもしれません。はい、ということで、Life is Strange Double Exposure パッケージ版通常版が7678円で、てかこうか、こっちか、はい。Life is Strange Double Exposure PS5、Steam、Xbox Series XS、Windows、Nintendo Switch で発売なんだけど、パッケージ版は PlayStation 5のみということのようです。で、ジャンルがアドベンチャーゲームで、発売日が2024年10月30日。希望小売価格が税込み7678円で、プレイ人数が1人。仕様として、言語仕様は、まあ、音声もテキストも日本語表示ができる。まあ、スクエニさんだからね。まあ、セロ D ということになっています。あ、スイッチ版の発売日が後日って書いてあるから、これはパッケージワンチャンあるのかな？わかんないけど、とりあえずスイッチ版は今回の、この流れでは出ないんだね。うん。まあ、だから、まあ、ある意味、スクエニさんも、スイッチと、PS4 を切り捨てて、スイッチ PS5 ラインにはなってんだけども、今回のパッケージ版に関しては PS5 メインでいってるっていうような感じのようなんで、これスイッチ版どうなんだろうね。もしかしたら、こう、次世代スイッチの動向を見てるのかもしれないしね。わかんないけども、とりあえず、なんかその辺はね、スイッチで遊ぼうという選択肢がないんだったら、より PS5 版が買いやすいのかな。まあ、もしかしたらパッケージを買ってもらいやすい環境を作ってんのかもしれないですね。うん。まあ、とにかくね、個人的にはそのなんかアメリカのこのジメジメしたね、人間関係のなんか薄暗いところが見えるゲームっていうイメージがすごく強くて、なんかいまいちね、こう、入り込めないというか、そんなことをしなきゃいけないのみたいな、まだ、友達との人間関係、まあ、一作目とかでいくと、友達との、ね、人間関係がまだよくわからないときに、なんかペンキの入った、こう、バケツを落として、友達に、ちょっとなんか意地悪をする友達に、こう、汚しちゃうとか、なんかそういうようなことを、そんなことをみたいな感じでね。なんか、なんか、なんだろう、こう、ね、アクションゲームでただ単にこう敵を倒すためにあのバケツを落としてだったらなんかピンとくるんだけど、アドベンチャーゲームでこうシナリオが入ってるとね、なんかそういう一つ一つの行動に対してなんかこう、なんだろうな、日常に近い感覚だからこそ起きるこの罪悪感とか、なんか芽生える悪とか、なんかそこら辺がこうキリキリくるものがあってね、ちょっと僕は個人的にこのシリーズはいまいち遊びきれないんだけど、まあでも多分そういうところも含めてね、ドラマを感じた人にはまあいいゲームなのかもしれないですね。まあとにかくそんな感じの感想です。はい。